ごきげんよう。ゆるがくとハウス別館アレックスです。今日はガジェットの延長として、実際にガジェットを入れて使うカバンについて、どういうものを入れて、どう持ち運んでいるかっていう話をしていこうと思ってます。今日登壇するのは、ゆる文房具学徒のマダカと、ゆる電脳史学徒の住野がお送りします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まずそもそもカバンですけども、ぶっちゃけ私も住野さんも割と家で仕事するのが多いですよね。そうですね、カバンって本当にめったに使わないですね。住野さんの場合も当然プライベートとしてちょっと買い物に出かけるというか、なんか近所のカフェに行くとかはあると思うんですけど、ちゃんとガジェットっていうんですかね、キーボード、マウスとかいろいろ持って出かけるのは基本出張ですか？出張ですね。で、出張も年に数回あるかないかの話なんで、ノートパソコンとかをがっちり持ち歩く、リュックで、でかいリュックがあるんですけどね。それで行くのは年に数回、その中に軽く1泊分の着替えとかも詰めて出ていく。で、普段近距離とかだと、撮影をね、例えば神戸とかでするときとかは、そのリュックで行くんですけども、それ以外は本当にちっちゃいバッグですね。わかります。こんな感じの。本当に、だから斜め掛けないしは肩掛けみたいそうなんですよね。なぜかというと、僕は、レオさんほどではないんですけど、僕もかなりなで肩のな。民なんで、普通にやるともうずり落ちて、ずっとこう手で押さえないといけなくなっちゃうんで、必ず基本斜め掛けで持つ前提ですね。それで言うと、私も仕事に行くときは普通のこうリュックみたいなやつを持つんですけども、なんかプライベートで出るときは、このリュックを詰め替えるときはあるんですけど、なんかどっちかっていうと、本当にこういうちっちゃいポーチおを肩掛けか斜め掛けしてるって感じですね。せっかくなんで今日は、その出張とかガジェットをせっかくなの入れるときに、家のものを当然全部は持っていけないので、何を入れて何を入れなくて、それはなぜ選んだのかっていうのをお話をしようかなと。そうですね。じゃあどうしよう。じゃあ僕がまず出していけばいいんですかね。そうですね。よければお願いしようか。はい、このカバン、結構ね、割と結構入る、雑に入れてるんですけども、今のカバンは、プライベートの出張じゃない方です。出張じゃない方ですね。出張の方はね、用意すると多分 すごい時間がかかります。この出張じゃない方は、そもそもガジェットとかって入れるんですか？用途によりけり、スマホ、タブレット、あと必ず筆記具は入れますね。何かあったでも時にタ書ブけレッないと嫌トなとんで。か、筆記具もやっぱちゃんと入れるんです。筆記具、場合によりますね。その距離とかによりけりですね。電車乗るときだったら、そこそこでかいノートが入るときもあるし、カフェ行くときとかね。もう一度書けないと嫌だっていうときはあれだし、そうでないときは、本当にちっちゃな、このブロックメモみたいな、のリングメモに、あった。こういうペンね。このあれですシャね、キン引っと伸張るばとすと伸こびるやの、つ。そうそうそうそ知ってう。ます。で多す分ね。500円ぐらいのやつですね。ですね。これロフトかどっかで買った気がするけど、これを入れてますね。で、あとは必ず、これですね。折りたたみハサミですハね。サミですよね。これは、どっか紐が出てたりとか、ちょっとこの手のところに余計なものがささくれたりすると気になっちゃうのもあるし、割と万能に使えますね。あと、こう手拭いとか持ってるとたまにこうほつれが出るじゃないですか。それが気になった時にこうチョキンと切っちゃったりとか、ハサミも割とないと落ち着かないタイプですね。あとこういうちっちゃいこっち側のハサミを持ち歩いてる時もありますね。こっち側の方が割と多いかな。万能ですよね。なんか裁縫とかで見る感じの。そのぐらいですかね。あと、手拭いとこのハンカチが両方入ってますけど、大体手拭いがほぼ使う機会が多いかな。手拭いってどう使います？当然、お手洗いしたときに手拭いたりはすると思そううんでそう。すけだど。し、割と物を包んだりするにも使ったりするし、卑近な話をすると、例えばサイゼリに行ったりしますよね。サイゼリに行ったとして、白ワインを、ベルデッキをボトルで頼みます。1本飲まずに残します。で、持って帰ろうかなと思ったら結露するんで、手拭いでぐっと巻いちゃって、持って帰っでてもくあるれと持っかてね。帰っていいんだ。初めて持っ知って帰った。ていいですよ。なんなら注文して飲まずにそのまま持って帰ってくることもありますし、1あそ本でこは別頼んにだオこリーとブオなイいでルとすかもね。買えるし、割といけますよね。あそだいこ。たい500のデカンタとかで済ませたような気がします。なるほど。それでもいいけど、割とボトルで頼んでしまって、持ち帰ってきて、その日夜に飲んでしまうことも多いかな。
あとは、まあ、入るんでこういうリングノートですよね。この柔らかくて周りを切りつけないような。英語とかですか？210の148。英語っぽいですね。英語ですね。英語ですね。大丈夫です。その見え方で A4 なことはないので。あ、A4 と比べれば半分ってわかるじゃないですか。あ、そうそう。B5 かどうかちょっと今悩んだんで。A4 に当てると半分になってるんでわかるかな。あと、まあ、ある程度、こう、しなりやすいものを、中に物をいっぱい入れるんでね。ある程度、このノートを持っていくときは必ず、例のこのペンケースですね。あ、これは必ず。前のカセット前にも出ましたね。そうそうそう。まあ、ボールペンでもいいし、まあ、カフェとかで座って落ちて書けるときは万年筆で書きますね。なんかこれもちょっとカバン会の延長でせっかくなんで聞くんですけど、はい、カフェで何を書くことが多いですか？っていうかカフェで他に何するんですか？むしろカフェで物を書かずに何をするんだろうっていう。なんかぼーっとするんですか？スマホで YouTube 見るんですか？多分シャバな空気間違ってます。あ、そうですか。みんなカフェで何してんの？お菓子、ケーキ食べるだけ。でもケーキってあっという間に食べちゃうし、ケーキ食べてもぐもぐしてる間に何ですか？瞑想でもするんですか？まず前提として、多分世の中カフェを2人以上で行く人の方が多い気がします。しゃべりに行くっていうんですかね。コーヒー片手におしゃべりする。あるいはまあちょっと私とかするのはなんかショッピングしてて疲れたから座るために30分ぐらいこう場所代として使うみたいな。書くものもなしで。私はシャワーの空気間違ってるので書くんですけど、多分どっちかっていうとそういう場合はなんか30分スマホいじってる人の方が多い気がします。本を読んでる人もたまにいるっちゃいるけど、あんまいないですね。ノートパソコンとかタブレットとか、まあ、ガジェット開いてるか本開いてるか、なかったら何ですか？ぼーっとして通行人でも見てるんですか？わかんないけど。わかんない。長居する人は多分3パターンで、おしゃべりしてるか、はいはい、パソコンみたいな、そのノマドワーカーと言われるようなことをしてるか、うん、多分一般的にはその普通のノートというよりは学生のお勉強みたいな。資格勉強とか、TOEIC とか、そういう人の方が多い気はするので、その普通のノートを開いて、なんか教科書とかでもない普通のノートを開いて、何を書いてらっしゃるのかな。割とアイデア出し的な、特に違う場所に行ってやった方がはかどるっていうのはあるし、ノートパソコンっても割と機密情報が多すぎて、うかつに人前で開けないですよね。割と背面が壁だとしても、ちょっと周りが気になって、うかつに開けないっていうのはある。うん、よくね、ノートパソコン開いていろいろ営業しろとかやってる人とか、飛行機の中とかでもいますけど、よくできるなと思って。いや、別に否定してるわけじゃないんですけどね。あ、やっぱり大事な情報っていうのも、そこでやっても問題ない情報っていうのもあるんでしょうけど、僕はちょっと周りの目が気になってできないですね。うん、まあ、そんなんでアイデア出ししたり、まあ、あとは普通によくある。まあ、この前も消化したかもしれないけど、油差しの財布ですかね。あと、まあ、IC 乗車券。まあ、うちは関西なんでイコカですけど、まあ、たまに買い物の時はね、この中だけにクレジットカードも入ってるんで、これだけ持っていくこともありますし、ああ、まあまあ、ありきたりですけど、リップバームは必ず入ってますよね。あと、まあ、のど飴的なこういうやつですね。僕、たまに血糖値が下がる時あるんで、普通に散歩に行く時でも、こういう糖分補給できるものをある程度持ってないと、ちょっと怖いっていうのはありますね。あと、天候とか季節によりますけど、晴雨兼用の日傘は必ず。日傘なしでちょっと夏歩くのはちょっと僕はもう考えられないんで、日傘。やっぱ日傘いいですか？ちょっと今年まだ始めれてなくて、はい、始めればよかったと思って来年始めようかなって思ってるんですけど。何ですか？日傘。日傘。日傘は持ってないんですか？あ、全然今までやってないです。日傘なしで生活できるの？まあ、だから夏はそのお出かけするにしてもなるべく。交通網があるから大丈夫なのか。あ、てか炎天下じゃない場所行くっていうんですかね。うん、だから、例えば、駅ビルのショッピングするみたいな。家と駅が直結してるとかですか？いや、そんなことです。家から駅は、まあ、それなりにあるんで、そこはなんか結構頑張って歩いてはいるんですけど。だって5、6分歩くだけでもう大変なことになりますよ、炎天下の時って。あ、そう、それは私はたまたま汗かきづらいタイプなんですよね。うん、だから駅から、まあ、10分ぐらいあるんですけど、うん、別に真夏の30後半の気温でも全然汗だくにはならないです。特に女性が気にする顔とかは全然汗にならなくて、背中はちょっとなんか湿ってんなぐらいはあるんですけど。ああ、まあそうですね。顔とか普通にね、日焼け止めなりファンデーション塗ってれば、まあ普通に日焼けは防げるし。そうしちゃってますね。なんかうちの旦那はなんか死ぬほど汗だくになってるので、毎回タオル持って歩いてますけど、
日傘差せばいいのにと。いや、そう、日傘差した方が多分、最近幸せなんだろうなと思いつつ、その重い物体をカバンに入れとくのもちょっと嫌だなっていうのは。ああ、でも最近は結構割と軽いですからね。普通の折りたたみ傘くらいの重量なんで。であと、それ以外にも普通の折りたたみじゃない日傘も2つぐらい、うんうんうん、そこにあるんで。割と最近の日傘はね、結構進化してて、中が3層4層構造になってるみたいなやつとかもあって、結構すごいんですよ。結構デザインも、昔はデザインはその女性用だけ結構ね、いろんなデザインあって、うんうん、男用なかったんですけど。ヒラヒラした感じのね。そうそうそう。最近はいろんなデザインとか色も選べるんでね、あの真っ白な日傘を使ってますけど、最近あれですよ、中学生とかでも、中高生とかでも日傘差して登校してる人やっぱ多いですからね、こっちは。あ、そうなんですね。うん。で、僕見ると小学生もね、女子と特に女子ですけど、20人に1人ぐらいはね、日傘差して登校してますね、折りたたみの。うん。ただ、うまく畳めないから、つってこう、終わったらぐしゃーってやって丸めて、カバンに入れてはいるみたいですけど、やっぱ日傘ないとね、やっぱり大変だと思いますね。特に今年暑かったんでね、日傘差す子が一気に増えましたね。うん。うん、そっか。すいません、話止めちゃって。日傘も持ってらして。あ、日傘ね。で、あとは、僕は、ほぼ外出るときはほぼサングラス必ずしてるんで、サングラス、あの歩くだけだといいんですけど、目がって言ってましたよ。目が光に弱めというか。光に弱いんですよ。だから結構曇りの日でも眩しいと思ってつけてると、明るめの曇りだったら必ずつけてますね。で、それをつけて、まあ、外歩くだけなんでいいんですけど、中で邪魔になるときがあるんで、このケースをごと入れて、これセレンゲッティっていうメーカーなんですけど、僕サングラスは初めて買った時からほぼそのメーカーのばかり買ってますね。聞いたことある響きです。うん、日本だと昔代理店あったんですけど、今もう撤退しちゃったんかな。で、僕はロサンゼルスに出張に行った時初めてサングラスを買ったんですけど、それがセレンゲッティだったんですけど、めちゃめちゃ良くてですね、あのドライバーかな、あの車運転するね、うん、それにある程度特化して作られてて、だから非常に反射とかも少なくて、物がくっきり、例えばね、木を見ると分かるんですけど、木とかのその奥行き感というか解像度感がすごい増すんですよね、これかけると。かけた方が葉っぱ一枚一枚が結構浮き出てはっきりこう遠近感が見える、ね、コントラストが上がるんですよ。普通のサングラスってなんか全部ちょっと黒くしちゃって見づらくする感じがありますけど、うん、ありますよね。だからむしろこれかけた方が視力上がったんじゃないかなと思うぐらい、あのなるんで、これねお気に入りでよくかけてます。鼻が強そうで、これも一番最初日本に代理店あった時は分かったんですけどね、店のやつ全部試着して選んだんですけど、今はなかなかなくて、あの eBay とかで取り寄せてますけどね。え、じゃあサングラスにも度を入れてるんですか？入れてないです。僕はあのレーシックしてるんで、あの目は。あ、そうか、そう、今のメガネも度じゃないんですよ。これあのなんだろう、室内用サングラスというか、はいはい、ある程度ライトを弱めてくれるっていう、だからモニターつけてるときは結構つけてることが多いですね。そうそう、もともとは目すごく悪かったんですけどね、 0.01、0.03 とかそんな感じだったんですけど、レーシックしてからは大丈夫です、うん、あとはまあポケットに入れてもいいけど、この例のどっかで見せたかな、キーケースがあるんですけど、ああ、なんか見た覚えが、尻尾を引っ張ると出てくるやつね。まあこんな感じです。なんか今のカバンのさっきの中のものでも特にこいつは愛着あるなというか大事にしてるな。愛着ある、サングラスと日傘と、まあ手ぬぐいはねローテーションでいろいろあるけど、まあこの手ぬぐい自体は神戸神谷区かだったかな、うん、そので買ったやつで、あ、神谷区で、うん、文具の手ぬぐいなんですよね。わかるかな。はいはいはい、書いてある絵が全部そうなんです、ね、紙関係というか袋だったり、そうで水色とのとピンクの男の子女の子よみたいなのがあって、僕はこのピンクが可愛かったんでピンクにしましたけどね。いいですね。うん、これは結構気に入って、季節感も特に問わないんで、割と手ぬぐいの柄って結構あの着物じゃないけど季節柄的なものって言われてあるじゃないですか、ホタルとか桜とかモミジとかね。そうですね、こうなんか夏だったら金魚とか風鈴とかみたいな、うん、そうそうそう。であまり季節外れのものを持つのもちょっと嫌なんで、うんうんうん、で割とこの文具のやつは割とオールシーズンあまり気にせず持ってるんで、そんなとこかな。あとペンケースはずっと、うん、愛着はあるけど、まあ愛着、うん、まあ、強いて一番使ってるのが長いのはこのサングラスですかね。うん、なんかサングラスは外出るとき必ずしてるんで。ペンケースの話で言うと、まあ、あの
文房具というか、その手帳界隈。うん、あ、ちょっとさっき、はいはい、あんまりみんな喫茶店で何してるのって話で、あえて外したんですけど、まあ、手帳界隈だとみんな割と喫茶店で手帳は書くんですけど、うん、多分世の中のタイでは少なめではありつつ、その手帳界隈の人で言うと、結構持ち運ぶ手帳とか文具って、なんか、紆余曲折あってたどり着くんですよね。そうですね。間違いない。特にノートは特にそうですね。うん、そうですよね、うん。ってなった時に、今持ってるそのペンって、まあ、良くも悪くも3本しか入らないじゃないですか。うん、そうなんですよ。どういう紆余曲折あってあそこにたどり着いたんですか？ペンケースじゃなくて、もともとペントレイみたいなものにバーッと入れてあって、うん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 、昔僕万年筆は妻がね、ラミーの、なんだっけ、うん、サファリ。ああ、はいはい、ちょっと武骨な方の。そうですね。カクカクした感じの、はい。そうそう。まあまあ、形は両方ともほぼ一緒なんですけど、アルスターが確かメタリックなんですよね。金属っぽくて、ちょっと若干値段が高いんですけども。うんうんうん、でそれを買って、そのイヤーモデルじゃないですかね、何年限定モデルとかってあって、それが欲しくて買ったって言って、うん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 、それで見てて、ああ面白そうだなと思ったけど、妻がすぐ飽きてですね万年筆飽きたして、あのやっぱりなんか、あの自分には向いてないってことで、それ僕がもらって使ったら、あ、なんかめちゃめちゃ書きやすいなってことで、そっから万年筆になったんですけど、そっからいろんなものを試して、まあラミアでめちゃめちゃ持った感じと書き心地はあの値段にしたらものすごいなと思うんですけど、うんうん、いかんせんそのインクの乾きが早すぎるんですよね、うん、で、あの気密性というか密閉も特にしてないんで、で何本か持った時にインク全部入れてるとあっという間になくなるじゃないですか。1週間ぐらい経つと下手したら蒸発してるんで、あ、だからその1本ずっと使ってるならいいんですけど、何本も使うとほっといてるやつがどんどんこう、そうなんですよ。でちょうどハマって面白くなってくると、いろんなインク買って入れてやってたりするんですけども、次使おうと思ったらもうね、あのインクが半分なくなってるとかって、なんか始終なんかインクの補充してるなみたいな感じになるんで、今度気密性の高いものを求めたんですよね。気密性の高いのでいくとこの辺ですかね。これなんか定番のあれですけど、ごめんなさい、ペリカンじゃなくて、これはね、パイロット、どこだったかなごめん、後でテロップ出しとく。これ別館とかにも一時全部のラインナップを載せたはずなんで、これセーラーかな、3661とかっていう名前だったと思うんですけど、それとこれはパイロットだったかな、ごめんなさいね、普段あんまり使、これも使ってないんで、なんだかプロシオンっていうやつで、これも気密性がめちゃめちゃ高いんですよね。スクリュー式のやつでクッと締めておくと結構何ヶ月も、はいはい、カチじゃなくてギュッて締めれるんですね。やっぱりカチはこの、なんだろう、キャップレスのこのテシモのやつも持ってるんですけども、それは日々ちょっとしたメモに使うんですけど、機密はそれなりにあるんですけど、やっぱりインクタンクの容量が小さいっていうのと、はい、うん、あとインク補充するのがやっぱりちょっと手間なんですよね、分解したりとかして。で今子供とかの学校のお手紙とかも必ずサインとか親のサインが入れた時はサインするんですけども、それほとんど万年筆でやるんですけども、うん、いちいちこうキャップレスってやるより普通にこうキュッとひねった方が早いな、早いというかそんなに手間じゃないなってことで、まあこの前お見せしたこの文具会でもあったこの、王道の2本、そうですね、ペリカンの方と、ツイスビーですね。でツイスビーは割とタンクがでかくて、うん、これはそれこそあれですね、それこそ喫茶店行って長く書くときとかにこう書いたりするのが多いですね。で子供の時とかのメモはほとんど、メモじゃないや、お便りのサインはほとんどこれでやっちゃいますね。うん。で、インクもちょっとカラフルな色にして、まあ子供受けしやすそうな水色とかにしてますけど。で、なんだろう、他の人を聞いたら、その、サインとかね、学校のサインとかって、黒のボールペンとかでありがちですけどね、見ましたとか、なんか名字書いて丸ってしてるんですけど、うん、僕はあえて、あのカラフルなものでずっと書いてるんですけど、うん、その方がなんか先生もパッと視認的になんか見て、あ、サインしてあるって意図的に分かりやすいんじゃないかなと思って僕これねずっと前からなんですよ、保育所の頃からね、サインは絶対黒でしないとか緑とかねなんかさ、うん、ちょっとあの直前にですね、あの技術リーダーで撮ってたんですけど、なんかその視認性というか受け取る側の負担考えてますよね。そうなんですよ。だから日付とかあの記入するとか別に黒とか、まあ、茶色でもいいと思うんですけど、まず書いたとこ書いてないとこ分かるっていうのと、重要な情報だけ色をやっぱり変えて書いてあげた方がいいんじゃないかな。まあまあ黒にしてくれって言われたらね、黒にしますけども、うんうんうん、うん、そうパッと見て分かりやすいし、あの何だろう、実際その
小学校だとね、読書カードみたいなのあって、そこにサインして、一回回収して、またそれをみんなが配るらしいんですけど、バーッと水色のサインしてたら、これが自分のだって娘もすぐ分かるんで、まあいいかなと思ってね、まあ一応あえて黒にはしないんですけども。何の話だ。ああ、そうだ、その万年筆がどうしてこうなったかね。そう、万年筆使い始めたらどのぐらいなんか、そうですね。特になんか、はい、気になるのは、その、まあ、その、手帳好きというか文具好きの人って、割と、あの、比較的ですね、ペンを多く持つ傾向があって。うん、はいはい。例えば、普通のペンと、なんか色ペンと、こう、何本か持ってる。なので、結構、そのペン好きで、なんか3本だけで出かけるみたいなのって、結構、肌感として少ない方だと思ってて。そうですね。たくさん刺したいなって思わないんですか？昔はね、たくさん刺せるのありました。あの、ハンプレできたロールして、ロールでくるくるっと、わかります？刺して、くるっとロールで巻いて、持ち歩くやつを持ってたこともあるんですけども、うん、だんだん使うものが固定されてくるんですよね、うんうん、そうそう、余談なんですけど、そのハンプのペンケースは結局使わなくなって、槍の穂先カバーになってますけど、わかります？あの槍ってあのハンプだと丈夫なんでね、あの槍の穂先が突き抜けないんでね、結構ちょうどいいんですよ。あのかかっとやって折って、グーッと巻きついて紐で縛っておけるんで、あの情報量多いです。まず穂先カバーに転用するのももちろんそうですけど、まず家に槍はないです、はいはい、あ、家にある分はね、あの出しっぱなしでいいんですけど、あの練習するとき持ち歩いたりするじゃないですか。あれって穂先を見せて歩いたら銃刀法かなんか分かったけど、なんかねまずかったはずなんですよね。あの本当の刃物じゃなくて、あの切れないやつでも一応先っぽを見せて歩いちゃいけないみたいなのがあるみたいで、いや、まあ、あのちょっと別館の中の人はみんな知ってるんで、ちょっと補足すると、あの住野さん一応槍を習ってる。ああ、そうですね。あの、ブリス習ってた時に、あの、一緒に、まあ、ほぼ半必修項目みたいな形で、槍を習ったんですね。で、その槍を持って、あの、出かけたりするときに、危ないんで、カバーがいるということですね。はい。まあ、今、専用のね、この、すごい長い槍のケースみたいなのもあるんですけど、それにしても、その、突き抜けたら困るんで、穂先はやっぱりカバーしておかないといけないんで、穂先カバーで悩んでる人は、その、ハンプのペンケースがおすすめと。いいことですね。結構ガジェット動画とかカバンの中身動画見るの好きなんですけど、うん、まあ、こう結構多分100本ぐらい見てきたんですが、初めて槍っていう単語を聞きました。ああ、まあまあそうですよね。文具では何でも何でもないですからね。うん、私今当然習い事、例えばあのキャンプやるの好きだからこういうの持ってますとか、はい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 、サウナ行くの好きだからこういうの持ってますとかよく聞くんですけど、武道やってるからこうしましたんで、まあ武道ぐらいならいいんですけど、槍やってますは面白すぎる。いや、でもね、視聴者の方も幅広いんで、わかんないですよ。なんか、カバンの中にね、文具と一緒に苦節弁が入ってるとかね、三節棍が入ってるって人もいるかもしれない。あるんですか？よければ、あの、槍に限らず、こう、武道をやってるからこういうの持ってますとかあれば。ああ、でも武術やってる人で、確かに文具好きってやつあんまり見たことない気もするから、どうなんだろうな。そう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 、言い方悪いですけど。やっぱり お金、そこにお金かける分あったら、なんかその、こういう武器のことを機械って言うんですけどね。あの、器の方の木に、あの、機械の械ですけど、うんうんうん。そっち側の方にお金をかける人が多い気がするから、あんまり兼用してる人はいない気がするな。はい。あ、すいません。ですね。そうか。はい、すいません。余談を広げすぎました。万年筆の話から言って、一通り一応でも中身は説明しちゃったかな、僕は。まだかさんも何かあります？じゃあ同じ、ちょっと、ご近所お出かけにしましょうか。会社に行くというか出張みたいな、がっつりガジェットを持つのはまた、取り直すかわかんないんですけども。はい、私お出かけするときは、このカバンだけじゃないですよ。ざっくりこのサイズですね。なので、肩掛けのサコッシュとは言わないのか、7枚掛けしそうなぐらいのやつを持ってて、で、そうっすね、なんだろうね、持つもの。結構ね、一時期ミニマリストってやつにハマってて、それ今見ての通り、割と物多いんですけど、一時期結構ハマってて、物は結構少なくて、例えば財布で言うとこれだけです。あの、ちょっと100均で買った、結構どうでもいいやつなんですけど。おー。カードとかもそこに、カードは別ですか？あ、いや、もう全部。へぇ。ここを見たら多分そんなわかんないんで、こんな感じで、もうお金とカードと小銭と、全部あ、一応小銭は分けて入るようになってるんですね。なるほど。入んないです。入んない。もう本当にこのエリアだけしかないので。小銭は入れないってことですか？そう、原則、なんでしょう。買うとしたらクレカか、電子マネー。
っていうかあれか、まあ、そうですね、小銭使う機会ってほぼないですもんね。そうですね。で割と電車が乗るので、小銭出ちゃったらもう帰りの電車とかなんかどっかの電車乗るタイミングで全部チャージしちゃいます、その小銭使って。ああ、そっかそっか、そういうことができるか。今多分10円単位のチャージができるので、まあ、例えば540円のお釣りもらっちゃったら540円って入れても小銭を全部あのカードの中に移しちゃう。ああ、そういう手があるか。なるほど。ですね。あとこの中で多分ね、私しかあんま持ち運ばないものとしてこんなやつ持ってて。ペンですか？これペンじゃなくてちっちゃいネジの、ドライバーなの。ああ、ドライバー、メガネのためですか？そう、そうなんですよ。さっきあの隅野さんがサングラスかけて銅入れてないっていう話をしてたんですけど、はいはい、私逆に銅入れてるんです。基本的に遠視なんですね。ああ、なるほど。だから、歩いてる分にはこれでいいんですけども、スマホとかを見ようとするとかけなきゃいけないと。うん、でそうすると、多分前の動画だとかけてないと思うんですけど、前っていうか、池袋とかの動画だとかけてないんですが、大体ここにかけてるんです。メガネケースに入れるのもちょっとルーズなんで、割とお手頃の数千円ぐらいのメガネにしちゃって、はいはいはい、まあ、ちょっと傷んじゃってもいいかなって感じになってるんですけど、うんうん、ここにかけてるとすごいスピードでネジが緩むんです。メカニズムがよくわからないけど、なるほど。そうですね。だからカバンとか入れてるとこの状態で安定してるんですけど、ここにかけてると体を動かすと、うん、こいつは永遠に若干揺れてるんですね。だからずっとネジを緩める動作を起こしちゃってるような感じになって。ああ、なるほど。ああ、それ言ったら僕も心配になってきたな。僕もサングラス普段ね、お店とかにいてここにかけてることが多いんですけど、あ、そうですよね、この遠曲してるんで割とねピッタリ刺さらなくて、こう刺さってるとだんだんこうずれてずり落ちちゃうことがあるんで、それでケースに入れてるんですよね、はいはいはい、このつるがまっすぐだと多分そんなにずり落ちてこないと思うんですけど、なまじこのカーブしてるんで、まあケースに入れざるを得ないって感じですかね。なるほど。なんで、そうで、特にこの緩くなってくるときつい状態だとなんか体を傾けてもずっとこの状態維持してくれるんですけど、はいはいはい、緩くなってくると本当にこうなっちゃってこう落ちちゃうんですよね。あ、なのでなんかその場でそれこそ隅野さんのちっちゃいハサミじゃないけど、うん、緩くなったのが気づくのが外だと結構めんどくさいの で、 うん、そうですね、ドライバーを持ち歩いてるという。へえ、確かにその小さいドライバーは初めて見ましたね。100均で買いましたね、なんか。あ、そうなんだ。100均のどこだっかな、なんていう100均だったか忘れちゃったんですけど、メガネコーナー、いろいろあるじゃないですか。こう、メガネの紐とか売ってるような。はいはいはい。そのコーナーにありましたね。で、あとは、ちょっと消耗品ですけど、さっきの、飴じゃないですけど、必ず持ってるのはこのガムです。はいはい、ブラックブラックってやつです。はいはいはい。眠気が覚めるやつね。はい。あ、そうです。なんかもう、肌感としてタバコは吸わないし、吸ったことないんですけど、タバコ吸う人がなんか疲れたっつってタバコ吸うのと同じ感覚で、疲れたっつってこのガムを食べるんですよ。なんで、買うし、なくなったらもうコンビニで買い足すみたいな。で、家だともう箱買いっていうんですけど、してて。ちょっとありますけども、こんな感じで。あ、そんなんで売ってるんだ。大きいスーパーとかで売ってるんです。ここに5個入ってる。これをなんかケース的になんか中から汗を拭くシートが出てきそうな感じの見た目ですけど、男性向けのそういうのになんかギャッツビーとかに見えそうですけど、残念ながらタバコで、タバコじゃない、ガムでます、固定なのはこの辺かな。 あとは音楽は結構聞くので、前のガジェットでも紹介しましたけど、音楽ってかあれか、はいはい、ワイヤレスのイヤホン、ね、そうですね。私逆になんかうるさいの結構苦手なので、うんうん、電車のその中のもそうですし、ショッピング街とかも結構うるさいじゃないですか。うん、それこそカフェとかだと雑談が盛り上がってるカフェだと結構うるさいので、そういうとこは大体イヤホンしちゃいます。うん、ああ、僕もノイズキャンセリングはね、して出ることがあります。今はあんまりないですけど、昔保育所とかの送り迎えの時って、たまに玄関とかで超規制を上げる子供とかいるわけですね。いやだーとかって、いやだーとかって、あのレベルでも結構ね、耳にこだに答えるんで、そう、露骨に耳塞ぐのも悪いんで、一応つけて、ノイズキャンセルオンにしていくことが結構ありますね。うん、僕も割と音が大きいとこ苦手で、音が大きいとこにはそもそも基本近づかないようにはしてますね。そうですよね。で、なんか逆に私多分、文房具界隈では割と、
てめえ許せんってなやつなんですけど、あんまりカフェでノート開かないんです。なんか、昔は、例えば勉強、資格の勉強、例えば、うちの業界でいう、例えば基本情報とか応用情報とか、そういうのをカフェで勉強してたりはしてたんですけど、なんか、こう、すみなさんみたいに、こう、パッと開いて、こう、考え事を書くみたいなのは、なんか、だんだんやらなくなってしまって、なんか、結論、家帰ってやった方が質よくねってなってしまって。ああ、考えることが決まってるんだったらそうなんですけど、例えばアイデアとか、普段パソコンの前にいて、なんか違う、なんか、アイデアを出そうと思った時に同じ環境だと同じものしかそれまあ確かにそれだったら家でやれば家でやれることは家でやった方がいいんですけどもちろんすぐキーボードですぐ入力できるんで家の方が有利なんですけどもよくあるじゃないですかトイレ行ってアイデアがひらめくじゃないけど違う環境に行ったら違うことを考えたり違う刺激を受けて違うことがひらめくこともあるかなっていうことでまあそれを期待して行ってるようなところはありますね。別にコーヒーが飲みたくて行ってるわけでもなくて僕別に特にカフェインは取らないんで行ってますよねコーヒーは飲めないそうですねだから行くと大体いつも、まあ、店員にも覚えられてなんかデカフェのソイラテを頼む男が来たみたいないやスタバとかねよく出張行ってたらもう言う前に顔見てあデカフェのソイラテグランデですかとか言われてその通りですみたいな行くときは大体そうですねちびちび飲み物頼んでケーキ食べながら書き物してる感じですかね。あ、なんかそれで言うとそういうアイディア出しはどっちかっていうとなんか私は本屋さんとかプラプラしてやってる感じがします。なんか例えばそういう例えばさっきマネジメントの話をするとしたのがそういうコーナーあるじゃないですか。係長になったら見る方みたいなそういうやつとかをなんかパラパラ見て、あ、ここなのかなみたいなのを考えたりして、まあもうそういう時のメモはもう普通にスマホにしちゃいます。スマホのメモ帳に。入力するか音声入力でパパパって人のいないところで喋っちゃうってことが多いです。そっか、僕の場合はそのアイデアの切れ端っていうよりも考えながら膨らませながらアイデアを練るんで割と自分で書いてそれを自分の頭に入れててフィードバックが絶対いるんでそうですねやっぱり書くものはいりますね書いてそれを見る工程が必要になりますね。今回やんないんですよ。会社に行くときはもうゴリゴリの A4 のメモパッドとかを持っていくんですけど、なんか、お出かけ、特にその近くにフラッと出かけたときは、なんか経験則としてカフェに行って1時間書くぐらいなら1時間早く帰って考え事するか、まあ1時間考え事して出かける方が、なんか私の場合はアウトプットが多い気がします。ああ、それはあるか。なるほど。うちの場合昼間だからだとある程度ゆっくりできるとはいえ、まあ、仕事はしてるんで、で、まあ、3時半とか、まあ、3時になるともう子供が帰ってくるじゃないですか。来ちゃいますね。で子供が帰ってきてなんかもうすごい喋るタイプなんで、お父さんなんだか見てるこれがとかって言ってもうねゆっくり考えるってのは無理ですね実質。ああ、そうですよね。だから子供が寝てから、ただ実際昼間とか、まあ、午前とか10時12時とか、まあ、1時2時ぐらいが割と頭的にアイデアが浮かびやすいんで、まあまあそれも気分転換みたいなもんですかね。家でもできないことはないんで、ただちょっと違う発想で考えたいとなるとやっぱり外出て座ってかけるとことなるとまあ喫茶店しかないかって感じですかね。あ、まあそうですね、うん、なんかそう、それで言うと私は家で荒々で考えて、でもなんかこう、最後のピースがはまんない感じがある時があって、そういう時はまあ週末とかにお出かけして、なんか、本を買うわけでもなく、図書館行くという、あ、図書館というか本屋さん行くというか、なんか、服を買うわけでもなく、駅ビルを歩いて、なんか、って思いながら、こう、歩いてますね。多分怪しい人なんだと思うんですけど。図書館もいいんですけどね、僕も一時図書館によく行ってやってたんですけど、図書館、でも全員が黙々としてシーンとして全く音立てちゃいけないなんかこうプレッシャーというかあの雰囲気もがちょっとね、わかります、苦しい感じもするしね、飲食禁止じゃないですか。ああ、そうなんです、ね、なんかケーキでも食べながら書きたいなと思うと、やっぱ結局喫茶店になるのかな。まあそうです、ね、ただまあ、ノートを持っていくときは持っていて、ちょくちょく変わるんですけど、最近はこのぐらいのやつ、これ、ちょっと前のあれで持っていきましょう。野鳥のバージョンかな。あ、そうですね。野鳥の最近というか、まあ、野鳥の歴史の中では私、割と最近、こう、出たカラフルなやつの一つって感じです。へ、
やっぱその色は初めて見た。あ、そうですね。これ以外に多分青とか赤とか結構原色みたいなやつが何個かあるんですけど、結構硬いので。中はグリッドですか？中はグリッドですか？野鳥と違って普通の黒のグリッドですけど、ああ、絶対映んない。いいですね。ああ、そのぐらいのトーンが。2mm 方眼ぐらいの薄い感じの。うん。そのぐらいのトーンがいいですね。割と野鳥のやつで結構グリッドのコントラストが強かった気がするんで。そうなんですよね。元の野鳥だと本当になんかザ・青みたいなグリッドなんで、ちょっと。あれが割と苦手というか。なんで、まあ、つれづれに描くときはこれぐらいを一応持っていく。これだと結構硬いので、電車の中とかでも描けるし。そうですよね。立って描いたりとかいろいろできますもんね。あ、そうですね。なんで結構いいかなって思う。そうですね。僕もボールペンを必ずペンケースに1個入れてるのは、落ち着いて描けるとこばっかじゃないですもんね。そういう時は万年筆ちょっと弱いんで。あ、そうそう。それでペンは、なんか最近はあんま愛用がなくなりつつあるけど、前はそのラミーの CP1 っていうやつを愛用してたんですけど、はいはいはい、最近はちょっといろいろと遊び心で、ね、あそこにちょっとポッポ行けばいい。真ん中の段っていうんですかね。この、はいはい、真ん中の段が全部文具が入ってるので、この真ん中の段の一番左側がちょっとこう、紙が入ってないと思うんですけど、あそこにペンがたくさん刺さってて、ああ、なるほど。あの中からその日の気分を一本取って、こう、お出かけするっていう感じです。ペンもいろいろね、変わりますもんね。なんか、2、3年経っても使い続けてるペンってあんまりないかもな。いろいろ試してみて、やっぱりこっちがやっちがいいとかってなってる気がしますね。ライフステージってほどかっこいいもんじゃないけど、その時の状態というかに合わせてなんか書きたいペンがちょっと変わる感じがします。ありますね。メーカー忘れたけど、プラマンってあるじゃないですか。あれのシリーズを、まあ、こんなやつね。あの、すごいあっさりしたデザインですけど、中がその、プラマンだからプラスチックの万年筆を意識してると思うんですけど、中は水性インクなんですけど、ペン先がちょっと十字っぽくなってるんだよな。ちょっと分かりますかね、これ見て。あ、ちょっと映らないな。あ、映った。あ、ははは、こういう感じのね。あ、なるほど。そうそう。で、それで先端からインク割れて、あれ万年筆じゃなくてもこれでいいんじゃないって思って、一時そっちにはまったりして、このデザインが武骨なんで、この伊藤屋オリジナルのこのガチッとはめるこのケースとかも買ってね、結構重たいんですけど、一時これを気に入って使ってたんですけど、これもでも1年半ぐらいで飽きちゃったかな。なんか割とブームがありますよね。ここが良くないところです書き心地はね、いいんですけど、結局インクの色の種類が赤黒青しかないとちょっと飽きるというか。わかりました。そういう意味で言うと万年筆はいいですよね。万年筆のそのコンバーターというか、その液体を入れれるタイプであれば、あのこの万年筆のこれ自体は言うて入れ物なので。そうですよね。そうです。あ、そうか。あとは結構ちっちゃいもののくせに買い物はたくさんしちゃう人なんで、なんか一応こういうあのちっちゃい袋ってのを入れてるって感じです。買っちゃったならこれに入れるし、買わなくてもそんなに容量取らないみたいな感じで。僕はそうですね、買い物に行くとき、スーパーに行くときとか、そういう袋を必ず持ってはいきますけども、普段は持っていかないかな。あとちょっと遠出してロフトかなんかで買うかもって言ったときはリュックとかで行くときもありますけども、あんまり買い物に備えてバッグを持って歩くことはあんまりないですね。狙ってお出かけってあんましないんですか？その今日は分かんないけど、ロフトさんの荷物大きくならないと思うんですけど、なんか今日はこれを見に行こうっつって。ああ、ありますよ。あった時はやっぱりそれなりに買って帰れるような装備で行くことはありますね。例えば絶対、まあ本屋とか行ったら本とかね、ああ絶対文具とか増える、ノートとか増えるって分かってる時はある程度、中ぐらいのリュックで行きますね。何やかんや、いろいろ入れますよねっていう。文具とかはその辺で見てね、その日に、その場で買ってくるっていうのはあるんですけど、大体、アマゾンのヘビーユーザーなんで、必要だと思ったものは即ネットで注文しちゃうんで。いや、わかります。で、なんならアマプラあれば、そのネットの方が安いですよね。そうなんですね。もうアマプラヘビーユーザーですね。この前のマネジメント会でも言いましたけど、すぐ忘れちゃうんで、いつもアマゾンから届いたら何を注文したかわからないけど箱が届いたっていう状態を毎回味わってますね。もう昨日とか一昨日頼んだものがね、何頼んだかよく分かってないっていう、なんか開封して初めてわかる、この毎回サプライズを受けてる状態ですね。そういえば頼んだなみたいな。
そうそうそう。ちなみにですけど、ちょっと角野さんに聞くんですけど、さっきこう持ってくものたちがあったと思うんですけど、はいはい。例えばですね、こんな試みがあったとして、じゃあ、カバンのサイズを半分にしますと。なので、さっき挙げたその持ってくものたちのうち、ちょっとサイズを置いといて、ものとして半分にしなきゃいけない。ってなった時には、何を引き続き持って何を諦めますか？基本そうなったらね、ポケットの多い服を着てポケットに移して物を減らす。狭いけど基本はね。だから僕服買うときに基本的にポケットがちゃんとあるかないかとか、スマホがちゃんと入る大きさのポケットかどうかってめちゃめちゃ気にするタイプなんですよね、ズボンとかもね。じゃあもうあれですか、スマホとかももうカバンに入れずにポケットにポイ。胸ポケットが多いですね、あ、胸なんだ、ズボンじゃなくて。胸ポケットは、いや、ズボンだと歩きにくくないですか？あ、それで言うと私むしろなんだろう、ズボンでも歩きづらいぐらいズボンポケット大きいやつ買いがちかもしれないです。まあね、カーゴパンツ的なもんだったらね、いくらでも入るんですけども、そうですね、横にポケットがついてるのは別だけど、普通前か後ろについてると足を曲げた時に割と干渉するんで、はい、あ、そうなんですよ。だから、座る瞬間、例えばカフェとかで座る瞬間にも出しちゃいます。あー、なるほどですね。そっかそっか。スマホも僕は普段は iPhone の方が多いんで、これとかだとまあ普通にこのぐらいの出方になるんで、うんうんうん、そんなに長くはないですよね。多分胸ポケットに使う習慣がないのは多分なんか女性あるからあるかもしれないんですけど、あ、ね、胸ポケットもない服多いんですよね。ですよね。あっても小さいとかね。あ、そうだから、なんか多分ユニクロでさえ多分割と男女でなんか似た感じのデザイン、これの女性版ですってなった瞬間ポケットなくなるんですよ。たまに僕、妻と割と背丈が近いんで、あのジャケットとかね、ちょっと行くときにちょっと貸してとかして羽織ると、うんうん、あのポケットが小さすぎて何も入らないっていうのはそうですよ、ね、よくありますね。だからなんかズボンは気持ち、女性でもポケットが、まあ、ちゃんとあるやつはあるので、なんかそれを買ってきた前世だったなって今さら思いますね。まあ、減らすとなると何かな、行くとこの目的に必要なものはまあ最低限、まあ、それこそカフェに行くとかって言ったら書くものは持ってきますけども、いやー難しいですね。それこそ日傘とかサングラスはその日の天候によって省けるし、うん、それこそ手ぬぐいとかをちょっと諦めて小さいハンカチをポケットに入れていくかな。割といらないものは持ってかない派なんで、あとそうですね、この IC 乗車券とかも普通にポケットにありますもんね。ハサミとか省くかな。で、女性の方はよくね、カバンとか何種類かあって持ち物変えたりするってあると思うんですけど、僕基本的に持ち物って入れ替えないんで、たまに違うカバンで出かけると、その後持ち物が行方不明になるんですね。あれ、あの持ち物あったはずだけどどこ行ったかなみたいな。だから基本的にカバンってもう大小2種類ぐらいしかなくて、まあ他にもあるんですけど、ほとんど使ってない。よっぽどその用途が合う時だけに仕方なく入れ替えるぐらいで、基本は、出さなくていいものは入れっぱなし。だからまあハンカチとか手ぬぐいはね、まあ選択するのに出しますけども、あとリップバームとかもあちこちのカバンに入ってます、だから1本というよりはそれぞれのカバンに1本ずつみたいな、4つか5つぐらい、なんなら部屋ごとにありますね。ここにもあるしリビングにもあるし、カバンにもそれぞれカバンとリュックにも1本ずつ入ってるしっていう形で、この前どっかツイッターにあげたかも、ツイッターじゃないな、 X にあげたかもしれないけど、全部集めたらなんか6本か7本ぐらいあったっていうことがありましたね、で、それがあるとうっかりこうどれかを切らしてもバックアップがあるんで、ちょっと心安らかな気分になりますね。私はなんとなくあのカバンは違えどもう入れるもの基本一緒なんで、なんか私の場合は荷物は二重には持ってないんですけど、なんかチェックリストを作っちゃってます。毎回その会社行く時用のカバンのチェックリストと。ああ、それいいな。僕も出張用のチェックリストはあるんですけど、日常のチェックリストはなかったな。一応はね、国内用海外用で全部リストがあるんですけど、そっか、それいいですね。チェックリストやんないでいけるっしょって言うと大体 1,2 個忘れてるんですよ。なんか定期入れ忘れたとか、財布入れ移し忘れたとか、起きるんで、ありますね。僕も違うカバンでたまに行くと、あ、手ぬぐい入ってないとかして、ちょっとそうそうトイレ行って途方に暮れることありますね。なるべく1個ずつは入れとくようにしてますけど。住野さんって水とかって持ち歩かないんですか？夏は持ち歩きますね。持ち歩くというか、まあ買うときもあるかな。でも、そんな長距離歩かないですからね。まあ駅に行くまでとか、スーパーの行き帰りだったらいらないし、
と遠くまで、遠くの店に用事あって、そこで水が手に入らないとかだったら持っていくかもしれないですね。なんか私、最近持ち歩くようになりつつ、なんか何なら水筒も持ち歩くようになってきてて、特に昔はなんかコーヒー飲みたいけど、お店に行くほどじゃないってなったら、なんかコンビニとかであるじゃないですか、100円でホットコーヒー買うんですけど、最近ゴミ箱減ったじゃないですか。あ、そうなんですよ。ゴミが困るんですよね。そう。でもなんか、その、ホットの、缶あるじゃないですか。うん、ちょっとなんか、ホット感が足りないというか、もうちょっと熱々欲しいなってなって、なんか最近はもう水筒を持ち運んで、まあ、飲みだったら口は閉めれるんで、水筒持ち運ぶし、なんか水とかも、なんか500はちょっと大きいけど、300とかってあんま売ってないから、ちょっといいかわからないですけど、ペットボトルをこう洗って使い、再利用してるみたいな、はい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 。確かにちょうどいいのがなかなかサイズなかったりしますよね。カバンに入れるには大きすぎるし、小さいなと量が足りないし。あと水持ち歩くというと、あれかな、夜中に、僕割と子供が寝てから夜中に散歩というか、ウォーキングみたいな形で歩きに行くことあるんですけど、やっぱり夜中でもね、相当汗かくんで、そういう時はかなり 500cc ぐらいの水を水筒で持って、では行きますね。他はそうそうないですね。出かけるにしてもすぐ駅まで着いちゃうし、あんまりないですね。一回出かけたらそんな長く出かけないですか？例えばわかんないけど、朝何時に出たら大体何時ぐらい帰ってくるんですか？あるけども、喉乾いたらすぐ店に入っちゃう、うん、かな。あ、でも真夏だと結構それでも危険か。喉乾いたらすぐ飲まないとダメですもんね。うん、妻はね、割と持っていくんですよ。必ず持っていくんですよね、はいはいはい。だからそれを見習いたいとこではあるんですけど、割と僕はカバンちっちゃいので行くんで、特に今のカバンだと、これにパラにさらに水筒とかってなると結構大変なんで、うん、もう一回りでかいのにするのかな。難しいですね。そうです。なんか私に水を持ちたくないのが本音なんですけど、うん、なんか自分の感覚として水になんか毎回100円払うのも嫌だなと思って。ああ、確かにそれありますね。あとでもさっき言ったのゴミの問題ですね。ゴミ箱があってその辺で捨てれるんだったら、間違いなくその場その場でペットボトルを買ってると思います、出かけるときはね。ただゴミが捨てられないのが問題なんですよね。駅とかであればそのペットボトルぐらいは捨てれるんですけど、なんか駅ビルとかだとペットボトルさえ捨てれなかったりする、うん、そう、ショッピングモールとかでも捨てられないとこ、ああ、でも入り口にはあるか、入り口とかだとありますけど、駅ビルとかあると難しいですね。そうですね。なんでなんか、うん、どうしようかなみたいな感じですね。うん、僕も水分自体は割と日々かなりの量を取るタイプなんで、遠出するときは割と、うん、あった方がいいかもしれないですね。本当に近所、例えばその本当に近くのスーパーにただ食材を買いに行くときとかは、さすがに手ぶら、完全に手ぶらで行けるんですよね。まあ、それこそ財布ポケットに突っ込むか、今ってスマホでもある程度、そうですね、決済できるんで、行けるんですけど、なんか本当はそれぐらいの手ぶらで外出したい気持ちはありつつ、水だけどうしようって毎回なるんです。いやー、それはありますね。特にカバンない状態でペットボトルを買ったら、その波があったペットボトル置いとく場所もないので、ずっと片手に持つのかとかってなっちゃうんですよね、うん、本当ですね。なんかいい方法ないのかな。皆さんどうしてるんですかね。なんかいつも水だけ、しかも重いじゃないですか。500買ったら 500g あるわけで、あいつにいつも困ってるんですけど、うん、皆さんどうしてるんですか。なんか愚痴になってしまった。水筒じゃないけど、なんかふとあれ思い出しました。砂漠の民とかってよくなんかこんな形のなんかでっかいこのあるじゃないか、キポンって開けて飲むタイプなんかでもある程度体に沿ってこう携帯できるような水筒があると、形的にね、水筒ってね割と丸くてゴツゴツって邪魔じゃないですか、はいはいはい、割とこう体に沿う形の持ち歩きの楽なものがあるといいのかな。あるのあらの大変そうだな。そうですね、登山家とかだとなんだっけ、ハイドレーションっていうのかな、ここにつけて、うん、ここからこう口あって、水飲むときに、その手を使わないで飲めるみたいな。おー、なるほど。があるけど、まあ、あれはあれで、おっしゃるように、洗うの大変だよね。うん、ですよね。日々使うものではないですね。なんかその辺はどうにかしたいな。ただでさえね、年々暑くなってるんで、その水事情というか、水分補給事情をなんとかしたい。はい。ということで、お互いのちょっと近くにお出かけするね、ちっちゃいカバン、うん、だけど
お互い文具はいるよねっていう話からガジェットの延長としてカバンを取りましたが、多分これもなんか延長しそうな気がしてて、あの出張用のカバンとか、あのガジェットの方でやってますけど、他の人のカバンですよ。じゃあレオさんはどうしてるんだとか、黒崎さんはどうしてるんだとか、なんかそういう話になっていくのかなとか。黒崎さん気になるな、うん、黒崎さん面白そうですよね。なんかあの、うん、前もちょっと喋った時に黒崎さんの基本スタンスってなるべくこう補充できるもの、うん、汎用的なものね、うん、そうですね、珍しいガジェットじゃなくてなるべく入手しやすいガジェットとか手に入りやすいもの、うん、そうですね。だから服も結構ユニクロとかされてるんで、うん、そうなった時にカバンの中どうなってんだろうってちょっと気になりますね。うん、まあ、手に入りやすいものとしてもその選ぶチョイスはね、何を持ち歩くかは人の個性が出るんで、うん、黒崎さん自体もかなり個性が強いタイプだと思うんで、ちょっとき、うん、楽しみ。はい、ということで、あのまた次のシリーズで、あの今回のコメントとしてはね、あの、まあ、あの全然お仕事行くカバンのコメントもしちゃっていいと思うんですけど、まあ、今回の内容で言うならこう近くのお出かけ、それこそちょっと買い物行きますよとかカフェ行きますよってどんなカバン、うん、何、特に少なくともこれは絶対持ってくねとか、よければコメントください。はい、持ち物はね、いろいろ我々の知らない便利グッズがまだまだありそうなんで、ありますね、うん、コメントで教えていただければと思います。お願いします。はい、ということでこの動画以上にしたいと思います。ごきげんよう。はい、はい、ごきげんよう。